さすがだねイレギュラーハンター X。 僕の最高傑作まで倒してしまうとは。誰だお前は。僕はレプリロイドの新たな考察者。レプリロイドだけの理想国家を目指すもの。そのために過当なレプリロイドを消している。お前、自分のしていることがどういうことか分かってるのか。今の地球はレプリロイドなしではこうできないんだぞ。分かってるさ。今絶好のチャンスなんだよ。僕はですね、レプリロイドによる新たな時代を作ることができる。やっと時代が僕に追いつこうとしていた。誰にも邪魔はさせないよ。 X、 君の実力を特別に認めない。自慢の調査員たちを倒してしまったわけだ。僕の研究所で招待するよ。もう隠れたりしないさ。たとえ死ぬことが分かっても君は絶対生きてくれる。待ってる、僕の研究室。さすがだなゼロ。僕の自信作を倒してしまうとは。まだ昔のことを恨んでいるの。今が手倒したらあなたも自滅しかねないのよ。分かった。またとないチャンスだと思う。スペースコロニーの事故のおかげで地上から過当なレプリロイドがたくさん消えた。今なら残ったレプリロイドたちを支配するのはたやすい。僕の理想の世界を作る絶好のチャンスだ。もう誰にも何も言わせない。やっと夢を実現できるんだ。誰にも負けない最強のものをね。貴様の狂った妄想に付き合っている時間はない。そんなウイルスで作った理想の世界なんて幻だ。すぐに消えてなくなるぞ。今までイレギュラーハンターやレプリフォースがありながら平和な時はひとときでもあったんだ。戦うことで全てを片付けてきた君にそんなことを言われたくないね。地球の存亡がかかった大事な時なの。妄想はやめて。あなたはそんなに愚かな人じゃないはずよ。忘れられない。僕の研究が理解されるどころか処分されたことがね。優れていたのになぜ。そこにイレギュラーハンターいまだに謎に包まれていて危険な部分がたくさんあるかもしれないのにどうして処分されない。待ってるよエイリアン。その謎に包まれたヒーローが僕の研究所に来てくれるの。